皆さんこんにちは。今日はですね、リンキンパークのマイク篠田の話をしたいと思います。以前リンキンパークの動画作ったことがあって、それまだ見てない方はぜひ、リンクを詳細に入れておくので見てくださいということで、ね、チェスターから1年ですね、およそ1年、ですけども、今日はマイク篠田ね、リンキンパークのまああれですよね、中心と言っても過言ではない存在ですけども、まず最初に言いたいのは、リンキンパークってその僕の青春時代ど真ん中なんですよ。もうまさしくその時にファッと流星のごとく現れて、フェイっていう、もうとてもなんだろう、ハイスクール的なメモリーが蘇るんですけど、でもね、世の中にはリンキンパークのファンってたくさんいるし、僕よりもその細かい、なんていうのかな、ディテール知ってる人は多いと思うので、もうその細かい、ところはですね、なんていうのかな、100% 正確じゃなかったりするから、そこら辺はもう多めに見てください。いや違うよ、実際マイクは何何だよみたいなあったら、まあアースって感じなんで行きましょう。あと、まあ自分の気持ちみたいなのもありますからね。だからそのね、僕はリンキンパークのセンターはマイクっていう風に、思ってるんですけども、まあ、その人によってはチェスターが、いやセンターでしょって、思ってる人もいると思いますから、うん。なんかマイクの不思議なところって、その前に全然こう、なんていうの、出しゃばろうとしないじゃないですか。で、その優しさっていうか、その謙虚さ、やっぱり、彼ね、お父さんがハーフじゃねえ、お父さんが日本人。だから彼はね、ハーフなんですけども、だそういうところがなんか、まあ勝手なイメージかもしれないんですけど、見え隠れして、好感持てるんですよね。っていうか、何よりも絶対いい人じゃんっていう、もう彼の、ね、スマイルとか、もう見ててわかるじゃないですか、ライブとかも。こう、ね、キーボードとか弾いてて、で、チェスターが前に出てグイ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 、こう活躍してるのを、横でにっこりみたいな、わかりますよね、でさらになんかこうひげがね、アクセントになって笑ってる時のこの、ね、口角をなんかより、なんていうのかな、パッキリとスマイルしてますっていうのが分かっていいんだよね。当時あれだっけね、髪の毛赤とかにしてたよね。出てきたばっかりの頃でスパイキーなヘアで、おって思ったんだよね。友達がその教えてくれたん、このラッパーいるでしょ、このラッパーは日本人だからつって、日本人なんだって調べたら、ハーフだからね、そういう意味では日系的なところがあるわけですけども、だそういうところで共感できる部分もあるなと思って、自分もアメリカで生まれ育ったわけですから、でそのハーフにしても、そのジャパニーズっていうアイデンティティを持ってる、そして活躍してるアーティストっていうのはその当時かなり少なくて、まあ今でもそんな多いわけではないですけど、そ、まあだからスティーブ・アオキとかが出てくる全然前だし、まあでも、そうだから、なんかすごく応援したい気持ちに、なったし、その当時で、だから最初聞いた時はラッパーの人って思ってたんですよ。まあ確かにラップ担当ですけどね。なんだけど、こう、なんていうのかな、知れば知るほど、あ、この人がすごいから、リンキンパークは売れたんだなって思うんですよ。彼の、まあ、わからないですけど、完璧主義なとこあるんじゃないかなと思ってて、その音の作りとか、完成度の高さを、そのアルバムを聴いてると。あれはね、適当な感じのバンドには絶対作れないですからね。その適当な感じで大雑把でバーンって攻めて、すごくいいバンドとかもあるんですけど、リンキンパークの場合はもう計算&計算みたいなところがすごい、特に最初の1人前とかはあったと思うんですよね。もうだってなんかサウンドからにじみ出てるんですよね。でそれをぐいぐい引っ張ってったのはマイクなんだろうなって思ってますけどもね。で、なんかその、あ、そうそう、メンバー一人一人の良さとかも、よく分かってるなと思ってて、
まあ、そのインタビューでね、まあ、そのチェスターのことはもちろん、例えばそのドラマいるじゃないですか、ドラマのロブ、メテオラに入ってる曲でね、そのドラムのトラックのことを話してるクリップがあるんですけど、特典 DVD かなんかについてのかな、なんかそんなやつで違うかな、ちょっとよく覚えてないけど、まあ、インタビューがあるんですよ。その中で、この曲を作るにあたってロブがあのビートを叩き始めた時にもうこれだって思ったねみたいな、来たぜみたいなっていうすごいパッションのあるコメントだったんですよね、ちょっとうろ覚えなんで、細かくなんて言ったかは覚えてないですよ。来たぜじゃないかもしれないけど、そのビートやったぜみたいな、最高だぜみたいなこと言ってて、一人一人そのメンバーに対してのリスペクトとかも絶対あると思うし、ゆえにメンバーもマイクのことをすごくリスペクトしてるんだろうなっていうのが、なんかそういうのが見えてくんでね、そのファミリー感じゃないけど、その、サウンド以上にコミュニティ感がすごい伝わってくるんだよね、リンキンパークは。で、お父さん的な存在だよねと思います、マイクは。じゃあ、本当に出しゃばんない感じがいいなって俺は思うんだよね。なんかその、脳ある鷹は爪を隠すじゃないんだけどさ、で、なんか、その嫌な感じとかも一切ないしね、なんか見てる分には、なんかさ、野望メラメラみたいな感じに見えないし、どっちかっていうともうちょっとこう、静かなる、まあ、炎っていうイメージよりかは、でもなんか、いいですよね。で、そのラップも、まあそのリンキンパークの動画で話したとき、それと同じなんですけど、言ってること。1曲目のペーパーカットっていう曲があって、ペーパーカットのそのラップの仕方がね、当時はあんまり、やってなかったんですよね。リズム。Why does it feel like night today? デケデッテ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 リズミカルにラップするって、あれすごいセンスいいなと思って、あれで釘付けになった人も少なくはないと思うんですよ、リンキンパークに当時。だそういうなんか綺麗なラップをします、彼は。いろんな意味で綺麗というのは、悪い言葉はあんま使わないし、内容もなんていうのかな、対自分みたいな、もしくは対その自分を苦しめている人とか物に対しての、内容が多いですね。まあ、ラップ以外もそうなんですけど、とかもうリンキンパーク自体そういうことをよく、少なくとも最初の 1,2 枚とか歌ってましたからね。そういうなんつうのかな、チャンネーがいてケツ叩いてウェー、俺はお前らよりイエーみたいな感じじゃないんだよね。彼はソロプロジェクトフォートマイナーっていうのも、やってて、その中でまあちょっとそっち寄りみたいな感じのラップを してたりもするんだけど、でもやっぱりね、いい人感がどうしても出ちゃうから、彼からは。だからなんていうのかな、安心して聞けるんだよね、彼のラップは。で、何がいいかっていうと、ラップなまりみたいなのがないんですよね。ラップなまりっていうのは、なんていうのかな、ヒップホップというものが作られて、で、そのカルチャーの、ね、ラップしてる人たちの、まあ、なまりとかってあったりするんですね。まあ、人にもよるんですけど、そのヒップホップなまりみたいな感じに僕は受け止めてるんですけど、そういうのを、真似する黒人じゃないラッパーの人たちとかも多いんですね。で、それは別に、悪いとかじゃなくて、普通に、いいんですけど、その、何が言いたいかっていうと、レアなんですよ。変に何かを真似してあれするんじゃなくて、だ聞き取りやすいんですね、彼のラップっていうのは。一言一言が。そういうのはね、だから逆に新鮮なんですよ。そのラップの曲を聴いてる、ところで言うと。まあでも、最近ではいろんな、アーティストっていうか、いろんな歌い方、ラップの仕方する人たちもいるから、そんな、それほど珍しくもないのかもしれないけど、で当時はかなり、
貴重でしたね、僕にとっては。うん、だ普通に楽しんでましたよ、普通のヒップホップの曲も。いいなと思ったんだけど、あれっていう。うん、普通に、なんていうのかな、スタンダードな英語発音でそのままラップするっていう。うん、まあ、よく考えたら普通なことなんだけど、まあ、どういうことか、そういうのはあんまりなくて。うん、まだ、ビースティーボーイズもでもそういうところあるかもしれないね。うん、でもビースティーボーイズと違うのはやっぱそのビートの感じとか、とてもメロディックなんですよね、彼の作り上げるものというのはね。ラップだけにしてもなんかこう、後ろのバックで流れてる楽器のサウンドなのか、サビで入ってくるメロディーなのか、何かこう哀愁漂ってるというか、うん、なんかそのズンチキズンチキのビートだけでは終わらせないっていうところがあって、で彼の凄さっていうのは常に進化を求めてる人だなと思って、うん、もちろんリンキンパーク全体がこうね共に歩んでってる道なんだけど、やっぱり引っ張ってってる部分はすごいあると思ってて、特にそのエレクトロな部分のサウンドとか新しい音を試そうとするよね彼は。だ一枚一枚ねアルバムサウンドが全然違って、正直すっげえがっかりしたアルバムとかもあるんですよ、うわーっていう、うん、まあでも、うん、ね、本人たちからというか本人にとってはそれが前進している意味であってわけであって、まあ、同じサウンドを、なんていうのかな、そんなに繰り返しやりたくないっていうところもあるのかもしれないし、うん、でそのサウンドがまあ、どの時代に聴いても生き続けることができるようなサウンドだと思うんですよ、なんとなく。うん、彼のそして彼らの作る音楽っていうのはなんか流行りもんだけでピッピーって言うんじゃなくて、なんかこれはもうだってね、世界中から愛されてる理由がわかるよねっていうところで、うん、でかといって、時代の流行りガン無視してるわけでもなく、そのうまくねその時代で流行ってるものの雰囲気に合わせつつも自分たちらしさみたいなのを出してるから、自分たちらしさっていうのはその選ぶ音色なんでね、それをどういうふうにこう、まあ、エディットして切って貼るかみたいなこともやってるし、うん、大してそんなに重いギターのサウンドとか入ってないのにロックしたりとか合うと思いますね、うん、で最初のうちはマイク全然歌ってなくて、で徐々に歌うようになってきましたよね、うん、でその時ね嬉しかったね、マイクも歌えばいいのにとか思ってたわけですよ、ライブの時はまあ歌ったりすることありましたけど、うん、でもやっぱりチェスターがほとんど歌ったから、でもアルバムの中でも歌うようになったのは後の方でね、そういうのなんかちょっと嬉しくなったけどね。いい感じにピッチずれたりしてるんだよね、マイクはね。なんかそういうところまでなんかいい人感が出ちゃってるような感じがあるんだよね。なんか、いや、自分はそんな、なんかその、何、歌手俺は最強だぜ見ろよ俺の歌声をっていうわけじゃないんですけども、なんかさせんみたいな感じがね、僕勝手に感じてることかもしれないんですけど、なんか伝わってくるんだよね。うん。その楽器の一部として、歌ってますみたいな感じがね、なんか僕には、うん、僕はそう思っちゃうのよね。そこにまた謙虚だな、みたいな。一人で勝手にイメージ作り上げてるのかもしれないですけど、なんかでもそういう風に思わせてくれる何かがあるよね、彼はね、っていう。うん、なんか安心できるんですよね。すごく自己中な人が多い音楽業界とかエンターテインメントの世界の中で、なんか彼にね挨拶しに行ったら絶対温かく迎えてくれるだろうなみたいな、うん、とかで現実真逆だったら俺泣くぜ。いやでもまあそんな感じですかね。人柄が見えてくる音楽ですよね。ということで彼の最新の作品とかもね聞きましたけど、まあそうですね、やっぱりリンキンが俺は一番好きだよね。うん、で、言い忘れたんですけど、彼のそのだヒップホップなプロジェクトフォートマイナーの1枚目のアルバムに、ケンジっていう曲があるんですけど、これ結構ね響いた人たち多いんじゃないかな、その自分みたいに日系のねだからジャパニーズアメリカンの人たち
あの友達とかと話してもやっぱあのその曲知ってる人いて何人か。どういう曲かっていうと、まあ、あのヘビーな内容なんですけど、第二次世界大戦の時にそのアメリカに住んでたジャパニーズの人たちいるわけじゃないですか、うん、で その人たちが、収容所っていうかさ、こうあれされて、差別を受けたりして、ね、何もしてないのに本人たちはただアメリカで、ね、普通に楽しく暮らしてたいだけなのにだその戦争のせいでさ、なんかこう一緒くたにされて、もうあの住んでるところからお前ら こっちへ来いみたいな感じでさ詰められて、そういう、うん、コンセントレーションキャンプっていうんですけど、まあそういうのってね、あの小説とかもあの僕ら読むんですよ、学校で、うん、2種類ぐらいあんのかな、そういうなんていうのかな、歴史的な、ほんでその時の苦悩をラップにしているっていう、うん、だそのケンジという曲はかなり、聞いててヘビーでしたね、はぁーっていう。でもそういうのってあの歌ってる人いなかったからね、当時は、当時はっていうか今もそんな俺の知ってる限りだといないような気がする。だそういうのをなんていうのかな、曲にしてくれる部分でやっぱり共感っていうかね、なんていうのかな、シンパシーっていうんですかね、そういうのはすごく感じましたし、とてもなんだろうな、日本のことを愛してくれてるんだろうなっていうのが伝わります。ということで、今日はリンキンパークのマイク・シノダの話でしたが、音楽系のことを語ってる動画他にもあるので、それプレイリストもあるんで、もしよければ見てみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。二の以上でした。コースターにも乗ったり